一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会は森と命をつなぐアニマルパスウェイの普及や設計支援を行うとともに広く森林の生物多様性保全の重要性を啓発、教育している。東海は2004年に創設された任意団体アニマルパスウェイ研究会が開発したアニマルパスウェイの普及の支援と 樹上動物の保全を主たる目的として2012年に設立された非営利団体である。東海は道路などの直線的構造物で分断された森林に生息する樹状性小動物のために開発された廉価なアニマルパスウェイの設置を支援することにより森林生態系を保全するための実践的支援とモニタリング国内、世界への普及を図ることを目的としている。 東海の樹上性野生生物の保全を目的とした活動は環境省による国連生物多様性の10年日本委員会の2014年の連携事業として認定された。樹上動物とアニマルパスウェイに関する啓発活動アニマルパスウェイの計画、設置に関するコンサルティング業務アニマルパスウェイの調査、設計、モニタリング業務及びその支援事業樹上動物及び 野生生物の生態系や移動経路に関する調査、研究、保全、モニタリング事業各種自然保護団体の支援事業関連団体及び自治体等との情報交換、提携事業樹上動物、アニマルパス A、野生生物に関する資料、物品、書籍等の企画、制作、発行、販売、ありがとうございます。